タイムテーブルになります。また公式ツイッターからもチュイジュさんの単独公演出演メンバー14名の発表がされていらっしゃいました。最後14名の10期生クエスチョンマークになっておりましたが、当日10期生サイツンさんのご紹介がありました。学年曲4曲引き続きご覧いただきました。皆さん盛り上がってますか？じゃあここではね、このコーナーでは、チュリーズクイズといいまして、チュリーズに関連するクイズをここにいる3人のメンバーと皆様に楽しんでもらうコーナーです。メンバー一人一人に軽く自己紹介をしてもらいましょうかね。じゃあまずは新メンバーのサイツンからお願いします。はい、10期のサイツンです。お願いします。サイツン。はい、9期のホノリンです。よろしくお願いします。ホノリン。のゆきです。お願いします。ゆき。司会を務めます7期のカリノです。よろしくお願いします。カリノ。ありがとうございます。このねクイズはチュリーズのメンバーが作ってくれました。皆様自信の方はどうですか？ないですよね。クイズは全部で8問あります。全問正解できたあなたはチュリーズマスターですって書いてあります。ではいきます。3択のクイズになってるので、正解だと思う番号のところで拍手をしてください。お願いします。それでは第1問、ででん、ゆうこみは何期でしょうか？何期ってあれね、1期2期ってあれですよ。1番2期、2番3期、3番4期、あ、ちょっと3番4期の三択です。じゃあまず1番だと思う人。おお。2番だと思う人。3番だと思う人。ありがとうございます。ありがとうございます。正解は2番の3期です。皆さん大正解です。さすがですね。やっぱ分かってますね。当たってました？すでにマスターです。さすがだわ先輩、本当に。じゃあ続いて第2問いきたいと思います。ででん、オカムーはヒヨコが大好きです。でも飼いたいのは別の動物です。どれが一番飼いたいでしょうか？ハートって書いてあります。3択がすごいんですけど、1番オコジョ、2番ホワイトタイガー、3番フェネック。すごいよね、3択がね。じゃあホワイトタイガーしか知らない。私もフェニックはなんか分かんない。もうダメだ。ダメだ。あとで飛行機よりね。じゃあ三択いきます。1番のオコジョだと思う人。はい、2番のホワイトタイガーだと思う人。3番のフェネックだと思う人。はい、ありがとうございます。正解は3番のフェネックです。って何？知らんけど。でっかい何？でっかい。でっかい耳のやつ。失礼しないやつ。そうなんだ。あ、ピューだよ。キツネみたいなやつって。じゃあ後で調べてみてください。私も調べます。じゃあ次いきます。第3問。ホノリンのツインテールの右側は可愛いでできています。可愛い。左側は何でできてるでしょうか？三択は1番魔法、2番砂糖、3番椿ファクトリー大田沙織。難しいですねこれは。めっちゃ難しいと思うけど、三択聞いていきたいと思います、ね、超難しいよ ね。じゃあ三択聞いていきます。1番の魔法だと思う人、2番の砂糖だと思う人、3番の椿ファクトリー小野田沙織だと思う人。ありがとうございます。拍手喝采喝采って感じで。で、正解は
もちろん3番の小野田沙織さんです。小野田沙織さんどうなの？これは、うん、7期のミミさんが今回ミシユニットに出てたんですよ。その時のショールームで私が監修してカウントまでするとなんかそういうのをやってくれるんですよ。あ、サービス的な。多分見てくれた人もいると思うんですけど、ミミさんがやるやつ自分でやっとくよ。なんでやれ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 。このリンのツインテールはウィンガーはスカーリー、左側はソーリー、合わせてソーリーっていうかわいい。まあやってくれてたからなんか問題考えるときにそれがいいんじゃないって言ってそれにしました。なるほどね。そう、私この問題を見たときにね、なんでこのとんでもねえ問題作ったやつだと思ったんですよ。本人だったのね。すごいびっくりした本当にね、びっくりしちゃうけど次いきますか。じゃあ第4問、たまとしモノレールは何両編成でしょうか。何両だろう。毎日乗ってるのに。毎日乗ってるからみんなね、考えていきましょう。1番3両、2番4両、3番5両、さあどれでしょうか。どうだろうね。モノレールはよく乗りますか？チリーズのメンバーのみんなは。面白いよね。もうだって乗らないと来られない。そうだね。確かにね。チャリできてる。高いチャリできてる。結構チャリできてる。じゃあそろそろ聞いていきたいと思います。1番の3両だと思う人。2番の4両だと思う人。3番の5両だと思う人。ないんだ、5両は。なるほどね。じゃあ正解は2番の4両です。やったー。ちょっと待って、結構どよめきが起こってますけど、ゆうたの3両は正解しました。今日3両乗ってきた。うそー、物による。物による。もしかしてそういうこと。後で調べてみてください。でね、今までちょうどね半分なんですけど、ここまで全問正解の人。本当に すごいですね。皆さんまだまだですね。いやでもここからね、後半4問またあるので巻き返していきましょう。続いてじゃあ5問目いきます。じゃらん、でね、マスさんのお坊さんの名前は何でしょう。メンバーにね、マスさんっていう方がいらっしゃって、去年修行をなさってて、そうそう、本当にすごいガチの素晴らしい方なんです。心が公明で、それの三択の、ね、問題が出ています。これね、マスさん本人から提供っぽいですよ。で1番、太陽のように咲くと書いて陽翔。2番、太陽のように菜の花の名と書いて陽彩。3番、菜の花の名に恵まれると書いて彩景。さて、どれでしょう。難しいね、これめっちゃ難しくない？聞いたことあるのにな、おかしいな。皆さんはどう？メンバーのみんなどう？いや、記憶の片隅に。記憶の迷路。記憶の迷路。じゃあ、まあ聞いていきましょう。1番の幼少だと思う人。2番の4歳だと思う人。3番の最軽だと思う人。正解は1番の幼少でした。やっぱね、 OG の方々は分かってらっしゃったね。すごいね。どうでした。どうでしたって何。由来は何だっけ、太陽のようにお花が咲くって書いてある。ボイボイ、まんまや、まんまの人ですね。マスさんのね、人柄を表してますよね。じゃあ続いて第6問いきます。ゆきちさんが4年間でチュリの練習に寝坊理由に遅刻した回数は何回でしょうか。これ聞いたことあるかも。ある？ある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 。1番0回、2番1回、それもない、3番8回。どれだと思います？カウントしてる回がすごいな。知ってる気がする。ちょっと聞かないでしょ。なんかね、聞いたことあるって言ってたけど、どうですかね。じゃあ聞いていきましょうかね。1番の0回だと思う人。2番の1回だと思う人。3番の8回だと思う人。
皆さん、ダメですよ、ゆきちさんをなめちゃ。今、そこ来ますからね。そうですよ、怒られますよ、本当に。正解は、2番の1回です。すごい、本当に。でも、赤だわね、すごいですよね。見習いたいわ。じゃあ次続いて第7問いきます。今回の単独公演に出てる人数は何人でしょうか。タブレット見たらダメね。1番13人、2番14人、3番58人、どうでしょうか。本当に結構高いです。だって1本もしてもね、めっちゃいたもんね。10曲ぐらいやったんですね。じゃあ聞いていきましょうかね。1番の13人の人、13人だと思う人、14人だと思う人、58人だと思う人。やばいよ、それはそれはやばいよ、さすがに58人はちょっと厳格見えすぎ。なるほど、なるほどね、そういうことか。なるほどね、まあ正解は言うまでもなく2番の14人でーす。なんかね、そんなもんだよね。今募集中ですね。そうね。さっき誰か言ったの？11期を募集されてたよね。それはね、それはね、ちょっと待ってくださいね。次で最後の問題でーす。第8問。今日このステージに出た人で来年も現役ジュリーズなのは何人でしょうか。1番10人、2番6人、3番14人。さあどれだ。深刻な問題です。どれでしょう。深刻です。ヒントは深刻ね。卒業確定したのかな。そういうことないよ。じゃあ聞いていきます。1番の10人だと思う人、2番の6人だと思う人、3番の14人だと思う人。はい、ありがとうございます。正解は1番の10人です。やばい、喜んでいいんですかね、これは本当に。ということで、ジュリーズは11期の新メンバーを募集しています。ハロプロ大好きな、もう多校生でもインカレだからね、 OK なので、ぜひぜひ興味ある方は声かけてほしいし、なんかこの子良さげだわっていう子には宣伝してくれたらもう非常に嬉しいです。よろしくお願いします。でね、もうこれで今ので終わったんですよ、クイズ。全問正解できた人いない？いやー、やっぱまだまだですね。やっぱチューリーズのことをいっぱい知るためにもっとね、大会とかイベントとか見に来てくれたらいいなって思います。よろしくお願いします。ではチュリメンにも聞いていきましょう。全問正解できた人お前ら何やってんだお前ら、チューリーズマスターまでほど遠いじゃないか。でも何問、7問そうかそうか、じゃあまあチュリーズもね、またまたチュリーズもね、ユーミスマスターだ。そうですね、知っていきましょう。ということでここでクイズコーナー終わりになりたいと思います。ここからは後半戦です。皆様まだまだ盛り上がっていけますか。